はい、皆さんこんにちは、山田ボスオです。ジュンジュン、今日は札幌市東区伏子にあります福吉カフェに来てます。なんかね、メニューがスープカレーの他にもあって楽しみです。もりもり食べていきたいと思います。それでは行ってみよう。食べ過ぎちゃうぞ。たびたび TV チャンネル。はい、消毒してください。新型コロナウイルス対策中。はい、さあメニューを悩んでいる人たちです。でということで、はい、ジャイです。はい、ホーナーです。そしてジェンジンです。あ、福吉さんですか。誰誰あと野菜チキンのスープカレー。野菜チキン、はい、ライス3倍盛り。3倍、はい。さあ、怒涛の注文が終わりまして、改めてメニューを紹介したいと思います。はい、福吉カフェ伏子店です。ドリンク、もう今日もねメニューが多いから、ざーっとみんな気になるとこは止めてください。はい、飲み物、カフェだからね、スイーツー、そしてカフェご飯。カフェご飯、ひき肉のカレー、もう気になるメニューいっぱいあるね。大丈夫、今日大抵全部頼んだ。あ、全部ってあれよ、いろ、全種類、全カテゴリー。はい、スープカレー、スープカレー。さあ、それ以外のカレー、福吉のマスタースパイス、これもね、どんなカレーなのかわかんないけど美味しそう、いろいろあります。さあ、そしてどさんこ焼きです。福吉カフェは収益の一部を大雪山自然学校の活動に寄付してるよ、うん、みんなもこういう気持ちでご飯食べてください。店内はこんな感じです。かっこいいよ、店内。あ、ちなみに今はね、閉店ギリギリに今日は撮影させていただいてます。さあ、届きましたよ。まずはスープカレーのベジタブル、ご飯普通。うわ、グツグツしてる。ういし。さあ、なんだっけ、野菜チキンスープカレーの一番辛いやつ。ほい、チーズバーグです。おー、チーズバーグです。辛さは？辛さは3番。辛さ3番です。でもそんなに赤くないですね。うん。赤身は。スパイス系かな。あ、食べ進めていくと、後からこう、ボディーブローのように効いてくるタイプの辛さです。おい。さ、それではボスも行こうかな。こっちはね、野菜ばっかり、ベジタブルです。辛さはね、1番。マスタースパイス普通のカレー。おいー、うまそうです。激辛倍盛りです。ご飯倍盛り、倍盛り。これ激辛なんでしょ。結構赤くない。行ってみよう。あ、うまい、うまい、うまい。あ、でもこれもシュワーッとくるタイプ。岡島県産の玉ねぎ、札幌機を使用した。これ札幌機が使用されてるの、はい、いいね。東区で食うのはやっぱこれじゃん。最高ですよ。ハンバーグ、はい、そうね。それ頼んだらかったよ。2個目、2個目あれ、それはポークか。あれ、これハンバーグ。これもハンバーグです。これもハンバーグです。ダブルハンバーグです。これがスキレット料理。スキレットトンバーグ、塩コショウです。これです。スキレットトンバーグ、塩コショウはこれです。サラダ付き、ご飯付きです。そしてジュンジュンの2つ目、これがキーマカレーです。カレーにカレー、カレーにカレー、うまそうです。ひき肉のカレーは辛さを選べます。甘口と中辛、辛口、そしてハバネロ。ジュンジュンはもちろんバネロです。ロコモコです。いいね。おう、はい、福吉はい、カフェ
福吉かわいい。これ、いただきます。福吉スタンダードカレー、ごちそうさまでした。おいただきます。まずベジファースト。ベジファーストね、大事。さあ、ハンバーグもスキレットいく。じゃあ、今日の夕食食いたいと思います。さっきのなんだ。あれ、完食です。ああ、おやつでした。あれ、完食です。お、いきなりハンバーグ。では、いきます。お、柔らかい。塩コショウシンプルでいいっすよ。わあ、いいよね。さあ、これがキーマカレー。キーマひき肉カレー。まずカレーだけ。ハバネロ。辛さはそれなりに辛い。お、甘みが、甘みが野菜の、野菜に。そして肉がジューシー。すごいジューシー。これうまい。カフェご飯なの、これな。これは迷いますよ、普通の人はね。スープかキーマかルーか、僕らは迷わない。全部甘さの後にスパイスのパンチくる。汗がって出たよ、急に汗がくる。さて、ボスはベジファーストといってもポテトサラダ。うん、うまい。ロコモコですので、ハンバーグと目玉焼き、いいね。で、カレーか。おお、おお、うんうんうん、うまい。さっきカレーって言ったけど、これね、オニオンソースだった。これがうまい。おい、多分そうだって。あデザート来ました。なんて書いてですか。どさんこ焼きです。どさんこ焼き。私が頼んだはつぶあんホイップ。いただきます。うわ、わんぱく。パリパリしてね、美味しいです。最高です。名残惜しい。はい、福よし。うまし。これ玉ねぎのピクルスかな。これ超うまい。さっぱり。ここにはお酒はないようです。おう、僕のどさんこ焼き。僕のどさんこ。もうハマったやつですよ。はい、どさんこ焼き。これはチョコのホイップ乗せたやつ食べてみます。どっから食べればいいかな。頭からいくは、ケツからいくは、ケツからいくは。おう、うん、これはうまいわ。え、それ何、チョコはクリームなの。あの板チョコが溶けてる感じ。チョコが、チョコはクリーム、チョコクリーム。おう、最高ですね。スープカレーの卵。スープカレーのスープはね、酸味がある感じ。トマトとチキンの味です。トマトがね、効いてるから酸味がある。そういうのが好きな人、すごいいいと思います。まずはスープカレー。うわ、ロコモコ。そこどさんこ焼き無理。ちなみにこのどさんこ焼きはカスタードクリーム、カスタードクリームホイップクリーム、ダブルクリームです。ダブルクリーム、うん、あ、白玉乗ってる、うん、抹茶のソースですね。あと抹茶のブラウニーみたいな。いいね。和な全財ケースも行ってみよう。ミルキードサンコ焼き食べるで。うまい。馬だけに空気が凍った。これは最高っす。そしてあのカレーがあるでしょ。このひき肉カレーは気になりますね。いや、気になる。考えられてる、うん、ソフトクリーム甘いじゃないですか。おで途中のあんこめちゃくちゃ甘い、うん、で最後ブラウニーのサイコロみたいなのがあって、あ、少しこう甘さをほぐした後に最後この、うん、この抹茶ソース。抹茶ソースが苦い。ここに溜まってるんですけど、これがほろ苦で、なんか最後にお茶飲んだ感じ。なるほど。爽やか。考えられてる。くどくない。この店やるな。考えられてる。よし。
このぜんざいなおも考えられてます採用どうだった、うまかった。また来たい店に入りますね、やっぱり。入るよね。はい、スキレットもちょっと違うのを頼みたいと思います。なるほど、はい、美味しかったです。今日は1個しか食べなかったんで、次回はもっと食べたいと思います。今日の1個しか食べない。いや、でもご飯の盛りがか違うからいいと思います。そしてやたら食った人、まだ食える。迷うんですよ、スキレットも。あ、迷うね。そう、スキレットも迷う、スープカレーも迷う、うん、違う種類あるしね。ひき肉カレーも迷うし、でも次来た時は本田が食べたカレーをベースにスキレット食べたいと思います。そうしよう。満足、一本満足、ウィー満足。今日はもう他のお客さんいないんで、ということで非常に美味しかったです。また来ます。ありがとうございました。さあ、ということで食べてきました、こちら福吉カフェです。いや、いっぱい食べた。うん、いいです、美味しい。スープカレーも他のカレーも全部美味しかったので、皆さんもぜひとも食べに来てもらいたいなと思います。最後のどさんこ焼き、あそこに上りもあるけど、これもいいよ。ぜひとも皆さん食べに来てください。ということで今日の動画はこれでおしまいです。また次の動画で会いましょう。みんな今出てくるとこ。それではさよなら。さよなら。